初めて綺麗な音が吹けた時、嬉しくて嬉しくて自分の音だけ聞いていた。力任せに吹いていた。50人のクラリネット、60人のフルート、みんなが一つにならないと音は心に響かない。思いは心に届かない。いつからだろう、気がつけばみんなのために吹いていた。さあ、タクトを見つめて。大阪音楽大学。